皆さんこんばんは。本日フェスの、発表がスプラトゥーン内で来るということなので、つけました。はい、はいからニュース見ていきましょう。今日も隅から隅までずつずいと塗ってみせやしょ。これ毎回言ってるんですけどね。もうなんかこの間フェスやったと思ったけど、またね、新しいフェスをできるということで、今回のお題はですね、はい、彼らが出してくれます。ちょっとタイミング間違えちゃった。なんだっけ?なんか、ワンピースみたいな。ワンピースみたいなタイトルだった気がすんな。ほな、発表するで。えい。今回のフェスのお題は、人生で大事なものは?富、名声、愛。ですね。富か名声か愛か。みんなが欲しいものをね、素直に選べばいいと思います。まあ、人生で一番大事なもの。まあ、富というものはお金。まあ、お金は大事だね。うん。で、名声。これは有名になれるかなれないか、みたいな、その自分の、なんだろうな。この世界に、残せるか、自分の名前とか。なんていうんだ、難しいけど、名声ですね。あ、有名になれるかどうか、みたいな。で、最後に愛。まあ、これは大事な人とね、寄り添って生きていくか、みたいな。難しいよな。人によってね、違うんですよね。うん。愛があればお金はいらないとか、お金は全てだとか、名声があれば何でも手に入るとか、ね、いろいろ言うんですけど、全部多分対になってるんだよね。ごめん、これ。でもなんか、愛はさ、愛があってもお金と名声って難しいな。富があれば、名声も愛もいけるし、名声があれば富も愛もいけると思うんだけど、愛だけは難しいぞ。これ難しいね。ちょっと今気づいちゃったね。ということで、俺は何に投票するかまだ決めてないんですけど、はい、皆さんも、頑張って、考えてみてください。まあ、素直に思ったものでいいと思います。対決するのはお金で買えないものはない。欲しいものを手に入れる幸せ富と、ビッグになっている信頼の特性。僕はこの人生を約束する名声。そして、えい、優しい世界で大切な人と過ごしたい。ラブ&ピースの愛です。すげえ圧力。愛だよね。愛だけはね、今ちょっと気づいちゃったんだけど。まあでも大事か。大事だな。お金でも買えないし、名刺でも買えないけど。いや、買えるんだよな。いやー、人によるんだよな。深い。みんな大人になったらね、この動画をまた見てくれ。15年後ぐらいにまた見てみてくれ。俺何を投票したのかも見てくれ。悩むな。でも一番きつくない?これ選ぶの。性格出るじゃん。投票。フェスティで選ぼうかな。なんか見た目で。あー、終わっちゃった。ということで。はい、みこしとか来ましたね。なんかスケジュールも更新されました。フェス仕様になってんのかな?みこし今あったよね。うん。まあ、これですね、このでっかい。でかいなぁ。せっかくだ、写真撮るか?あー、ごめん、なんかあんまり可愛くないけど、俺の格好が。あ、いける!すごい!撮れた!なるほど。俺初めてああいう撮り方してるぞ。タイマー。ピンクか緑か黄色ですね。はい。ということで、俺は何選ぶのでしょうか?今後の動画に行きたいです。